ウィリアム・テラー・ハリスは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身の、プロ野球選手、ウトウミギウ MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称はビル。2006年の MLB ドラフト9巡目で、コロラドロッキーズから指名され、6月8日に契約。契約後、参加の A マイナス・キュートリシティ・ダスト・デビルズで、プロデビュー。22試合に登板して2勝3敗6セーブ。 防御率1.16、42奪三振を記録した。2007年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、38試合に登板して1勝2敗1セーブ、防御率1.32、68奪三振を記録した。2008年は A 級モデストナッツでプレーし、49試合に登板して3勝5敗3セーブ、防御率2.77。 70奪三振を記録した。2009年は A-9 取引で1試合に登板、トミー・ジョン手術を行い、残りのシーズンを全球した。2010年は前年の手術の影響で全球した。2011年に A 級モデストで復帰、33試合に登板して3勝2敗、防御率5 5 5十五奪三振を記録した。2012年は、 AAQ タルサドリラーズで開幕を迎え、7月にトリプル AQ コロラドスプリングススカイソックスへ昇格。13試合に登板し2勝0敗、防御率1.02、20奪三振を記録した。8月11日にメジャー初昇格を果たし、13日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。6点リードの9回表から登板し、1回を投げに、 安大チ本塁が1奪三振3失点だった。この年メジャーでは20試合に登板して1勝1敗、防御率8.15、19奪三振を記録した。2013年3月5日にロッキーズと1年契約に合意したが、3月29日にリーフとなった。2013年4月3日にウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍したが、直後の4月6日に、 ウェーバー工事を経て、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。5月8日に、メジャー昇格。昇格後は、リリーフに定着した。61試合に登板して4勝1敗、防御率2.91、53奪三振を記録した。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に、合意した。この年は29試合に登板して0勝3敗、防御率4.34。 35奪三振を記録した。2014年11月3日に、ウェーバー工事を経て、ヒューストンアストロズへ移籍した。ヒューストンアストロズ時代2015年は、大ブレークを果たす。この年、チームトップの68試合に登板して、防御率1.90、ホイップ0.90という圧倒的な成績をマーク。2セーブも挙げて、アストロズのリリーフ陣の中心として、 大車輪の活躍を見せた。2016年は前半戦で39試合に、登板して1勝1敗9セーブ、16ホールド、防御率1.62という好成績をマーク。この活躍があって、オールスターに選出された。最終的には66試合に登板して1勝2敗12、セーブ、防御率2.25、ホイップ1.05、 脱産審率9.7と2年連続で好成績を残した。2017年は7月に右肩の炎症で故障者リスト入りし、約1ヶ月半離脱した。この離脱によって、この年は46試合当番にとどまったが、3勝2敗2セーブ、防御率2.98、ホイップ0.97と、成績自体は前年と同程度であった。 2019年は68試合に登板し4勝1敗、4セーブ、防御率1.50の高成績をマーク、ポストシーズンでもアルズ、アルックスで計7試合に登板し、無失点に抑えチームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献。ワシントンナショナルズとのワールドシリーズでも7試合中5試合に登板し、最終第7戦では先発ザックグレインキーの後を受け2番手で登板したが、 ハウィー・ケンドリックに、痛恨の逆転二乱を被弾し、敗戦投手となりチームも敗退した。翌10月31日に FA となった。2020年1月3日に、ナショナルズと3年総額2400万ドルの契約を結んだ。ありがとうございます。